僕のいらない建前を。私のいらない本音を。持ってってください。僕、横寺陽斗は、頭の中身が煩悩まみれな高校2年生。ひょんなことで笑わない猫像に祈ったら、心に思ったことが垂れ流しになってしまった。そんな大ピンチを救ってくれたのは、クールでキュートな無表情娘、つつかくし月子。胸のサイズもとってもキュートだよ。先輩、私の体型まで説明する必要がどこにあるのですか。先輩はどうしようもない変態さんですね。仕方がないので私が助けてあげます。こうして僕の建前と私の本音を取り戻す青春爽やかストーリーが始まるのだ。やっぱり変態さんですね。テレビアニメ変態王子と笑わない猫、2013年春放送予定。